巨人は開幕を目前に控えたタイミングで新外国人選手のオドーア選手が突如退団するという出来事があり、結果として現在一軍に外国人野手が不在という異例の事態に直面しています。オープン戦で振るわなかったオドーア選手でしたが、シーズン全体を見越せばそれなりの成績が期待されていたため、彼の退団は巨人にとって重要な戦力を失った形となりました。巨人はこの穴を埋めるために迅速に即戦力となる外国人選手を探しており、各方面で情報収集を進めている状況です。そこで名前が浮上した選手が過去にチームに所属していたスコット・ハイネマン選手の再獲得の可能性です。今回は元助っ人外国人選手スコット・ハイネマン選手の獲得の可能性と活用方法について紹介していきます。オドーア退団を受け、ハイネマンが逆オファー。スコット・ハイネマン選手は2021年巨人に在籍していた選手です。2015年の MLB ドラフトでテキサスレンジャースに11巡目で選ばれ、プロ生活をスタートさせました。しかしプロ入り直後に右足首を手術し、2015年のシーズンは一度も試合に出場できなかったため、実際にマイナーリーグでプレーを始めたのは2016年からです。2018年にはパシフィックコーストリーグのオールスターゲームにトリプル A 級で選ばれるなど顕著な活躍を見せました。2019年にはトリプル A 級ナッシュビルで打率3割4分という素晴らしい成績を記録し、8月2日のデトロイトタイガース戦で7番センターとしてメジャーリーグデビュー。その年メジャーでは25試合に出場して打率2割1分3厘2本塁打をマークしました。その後シンシナティレッズに移籍したものの、2021年は19試合の出場で打率1割2本塁打3打点と成績は伸び悩み、7月19日には自由契約となり、2021年内に巨人と契約を結びました。身長185センチ、体重99キロの右投げ右打ちの外野手で、走攻守にバランスのいい能力を持ち、ファーストとしての守備も可能です。シンシナティレッズでは広島カープに所属する秋山選手ともレギュラーポジションを争っていました。メジャーリーグでは68試合の出場で打率1割7分2厘5本塁打17打点という成績ですが、トリプル A では166試合に出場し打率3割4分20本塁打86打点をマークするなど好成績を残しています。入団した際には素晴らしい機会をいただいた読売巨人軍及び関係者の方々に感謝します。首脳陣から日本の野球を学べること、またジャイアンツのチームメイトと共に優勝を目指して戦うことを楽しみにしています。2021年日本シリーズのチャンピオンシップ奪還に向けて全力を尽くしますとコメントし、ファンからもフロントからも期待されていました。そして2021年シーズン8月11日に支配下選手としての登録が行われ、コロナ隔離期間を終えた後の9月5日から2軍に合流。9月7日イースタンリーグでの日本ハム戦で実戦に初出場を果たしました。9月11日には出場選手登録され、その日の中日戦では7番ライトとして先発出場すると、初打席で2塁打を記録するなど4打数1安打で1軍デビューを飾りました。新たな戦力としての期待が寄せられたものの、来日してから体重の大幅な減少と体調の不良に苦しみ、9月末には診断のためにアメリカへ帰国することが決定。結局巨人での在籍は10試合の出場にとどまり、4安打2打点という成績を残して退団しました。巨人を退団してからはマリナーズとマイナー契約を結び、傘下の 3A 級タコマレイニアーズに所属しましたが、2022年8月11日にリリースされ、現在はフリーという状況のようです。そんなハイネマン選手が再び巨人に戻ってくる可能性が浮上しているのです。 MLB での通算178本塁打という輝く実績を携えて、日本のプロ野球界に足を踏み入れた巨人の新外国人選手オドーア選手でしたが、オープン戦のパフォーマンスは期待外れで、
出場12試合中の成績は打率1割7分6厘にとどまり、ホームランと打点はゼロでした。この期間チームの若手選手が猛アピールしている中で、小童和選手の成績は振るわず、最終的に阿部監督を含むチームの首脳陣は小童和選手に2軍での調整を指示しました。小童和選手はそれを受け入れられないと拒絶し、契約の解除を自ら申し入れたとのことです。吉村貞明編成本部長が取材に応じ、何度も話し合ったが小童和の気持ちは変わらず対談を申し入れてきたと語りました。開幕前にまさかの対談が決定してしまったのです。2軍落ちへの MLB の一般的な考え方もあって、小童和選手は自身のプライドが2軍への移動を許さなかったのかもしれません。彼は2017年にレンジャーズと6年で約4950万ドル、およそ74億円という大型契約を結んています。これはちょっとした浪費ではなくなるような金額ではなく、彼には巨人に依存する必要がないほどの経済的余裕があります。アメリカに帰国すれば一軍の選手として迎える球団が見つかる可能性が高いでしょう。特に春先には故障者を出すチームもありますから、スタメンは難しくても代打や控え選手として期待される場面があるかもしれません。この対談に真っ先に反応したのがハイネマン選手で、自身の SNS でフリーエージェント、リツイートリツイートリツイート、この動画をリツイートしてください、できるだけ多くの人の目に留まるように、1回のリツイートで大きな影響が生まれます、それは私にとって世界を意味するでしょう、皆様のご支援に感謝いたしますと、自分の現状を知ってもらうための積極的な宣伝を行いました。そして巨人への復帰を望む他のユーザーのコメントに対し、ジャイアンツと話したいです、最高と復帰への強い意欲を示しました。この投稿が話題となり、巨人復帰の可能性が噂されるようになりました。小童和選手には確かな実績がありましたが、性格はわがままで扱いづらかったようです。現在の巨人では意欲的で真面目な選手を求めており、この状況でハイネマン選手からの逆オファーはフロントにとっても魅力的であると言えるのではないでしょうか。巨人の外野がピンチ、ハイネマンの起用方法。現在巨人の打線で主砲と呼べるのは岡本選手のみで、小童和選手は岡本選手の後を担い、ランナーを返す重要な位置にいたとされます。この戦略では岡本選手が点をもたらせないとき、小童和選手が得点を挙げる役割を期待されていたわけです。つまりハイネマン選手入団となった場合は、特に長打力が求められていると言えます。昨年の場合は主に中田選手、大城選手、坂本選手が岡本選手の後ろを務めました。2024年シーズンは坂本選手が主に5番に座っています。そして守備に関してですが、2024年は外野手がまだ固定されていないという印象です。左膝痛でファーム調整中の梶谷隆之選手や、主力である外野手の丸選手も7日の DeNA 戦で右太もも裏の張りで途中交代し、9日のヤクルト戦が行われる鹿児島遠征は同行せず、残留でコンディションを整えています。丸選手は11日の戦線復帰に向け調整を行っているそうです。そのため巨人では現在、佐々木選手、オコエ選手、萩尾選手、浅野選手ら若手が外野手として主に起用されています。外野手のポジションが安定していないこの状況では、チームの中心として活躍できる選手が必要な状況だと言えます。内野手もこなせるハイネマン選手ではありますが、今の巨人の内野陣は固定されていますので、起用されるとなれば外野になりそうです。巨人助っ人補強は大丈夫なのか。ここ最近の巨人ですが、助っ人があまり機能していないとファンの間ではスカウトに向けて批判的な声を上げるコメントも多くなってきています。最近ですとアダム・ウォーカー選手はまずまずの成績を残しましたが、守備力が異常なほど低いなど、助っ人の補強がちぐはぐな印象も受けます。在京テレビ局スポーツ担当者は、メジャー通算178本塁打を誇る小童和は、阿部慎之助監督も期待の大砲だったため、開幕直前での対談には衝撃が走った。対談後すぐにヤンキース入りしたのは
お童話が米国内での需要もあるということ、日本向きの選手かという判断を巨人の障害担当が見誤ったのだろうとコメントしています。開幕前に優勝請負人が帰国するという前代未聞の出来事がありましたが、お童話選手をはじめ近年はメジャーリーグで実績のある選手を補強していますが、特に野手の外国人選手は苦戦している状況が目立ちます。巨人担当記者は2015年からの3年間先発投手として活躍したマイコラス現カージナルス以外は印象に残った外国人選手がいない、コロナ禍だった2021年には外国人選手全員がシーズン途中で帰国したこともあった、助っ人獲得に関して球団内の所轄部署が効果的に機能していなかったと言えるでしょうと、外国人選手の獲得には苦戦を強いられていると語っています。またコロナ禍によりアメリカや中南米でのスカウト活動が十分に行えない状況もありました。ただ他の球団も同じ状況下にあったため、障害担当や海外スカウトの職務への責任追及もやむを得ないとされています。巨人は外国人選手の獲得戦略として2019年オフにデニー・トモリ氏を編成部に迎え入れました。トモリ氏は中日の国際障害時代に独自のネットワークを活用して多くの優秀な外国人選手を見つけ出しています。またデニー氏はアメリカでプレーし、レッドソックスの巡回コーチを務めた経験を持ち、森重和氏の紹介で中南米の野球界にも深く関わっています。 NPB における彼の海外人脈はトップクラスとされ、中日でのジャリエル・ロドリゲス選手、現在ブルージェイズ所属の獲得に貢献するなど、優れた外国人選手を見つけ出すことに長けています。しかしそんなデニー氏も巨人での活動では困難を経験している模様です。昨年チームに加わったグリフィン選手とメンデス選手が今シーズンもローテーションに名を連ね、昨シーズン途中から加入したバルドナード選手はブルペンで重要な役割を果たしています。元投手のデニー氏が特技とするピッチャーの補強では徐々に成果が見え始めていますが、野手についてはまだ目に見える進展がないと多くのファンから指摘されており、野手陣の強化が急務であることが明らかです。メジャーリーグで輝かしい実績を誇る選手であっても高いプライドが障壁となり、時には課題となることが助っ人選手には見られます。日本の野球界を軽視する傾向にある選手も未だに存在し、選手の個性や考え方を理解するためには直接対話することが不可欠です。過去にはヘラルド・パーラ選手、ジャスティン・スモーク選手、エリック・テームズ選手などメジャーで名を馳せた大物選手の獲得も見られましたが、メジャー経験がなかったアダム・ウォーカー選手が活躍した事例からも米国での実績だけで選手を評価することのリスクが指摘されています。この観点からメジャーリーグでの顕著な実績がないハイネマン選手には未知の可能性が秘められているとも考えられます。実際の事例を挙げると、例えば誰もが知るレジェンド外国人のアレックス・ラミネス氏はメジャーリーグで135試合に出場して打率2割5分9厘12本塁打48打点と目立った成績ではありませんでしたが、日本球界では外国人選手として初めての2000本安打を記録し、通算380本塁打を記録するなど輝かしい活躍を見せました。またヤクルトやソフトバンクでプレーしたウラディミール・バレンティン選手もメジャーでは170試合出場、打率2割2分1厘15本塁打という成績にとどまりましたが、日本では2013年にシーズン最多記録となる60本塁打を達成するなど、日本野球史上屈指の外国人助っ人として名を馳せました。一方、国内のスカウト活動では確かな成果を上げています。水野克人スカウト部長を軸に全国の OB スカウトが収集した詳細な情報をドラフト戦略に有効活用しているのです。さらに外国人選手の補強にもこれまで以上に力を入れる時期が来ている可能性があります。外国人選手がペナントレースに大きく影響することは歴史が示しています。コロナ禍で経営難に陥る球団が多い中、海外スカウトへの投資は容易ではありません。しかし勝利を追求し収益を増やす巨人にとって将来に向けた外国人補強への注力は不可欠です。
阿部監督のもと、キャンプやオープン戦での評価は高いものの、実際のシーズンでは苦戦が続いています。この状況には外国人選手のパフォーマンスが一因として挙げられます。 FA 選手や他球団からの戦力補強が難しい現状で、優秀な外国人選手の獲得は球団の復権に必要な戦力と言えるでしょう。開幕してまだ日が浅いため一概には言えませんが、チームの打撃成績を見る限り岡本選手に依存している印象は否めません。そんな中、巨人はチームの打撃力向上を狙い、サンフランシスコジャイアンツから FA となった筒香嘉智選手の加入がほぼ確実と報じられています。阿部監督もこれを認めるように、調査はしていただいているみたいだから、選手としては実績十分だし人間性も素晴らしいとコメントしています。このコメントに対しスポーツ記者は、取ると断言はしていませんが調査していると言っています。プロ野球界はトレードを含めて交渉過程が明るみに出るのを嫌う傾向にあり、それで誤破産になったケースもあります。筒香獲得に向けて動いていることを認めたのは、この時点で話がほぼ固まったのでしょうと分析していました。筒香選手の加入は現在の巨人にとって非常に頼もしい補強となるでしょう。さらにもう一人の実力ある外国人選手の加入が今シーズンの成績に大きな影響を与える可能性が高いです。そして新外国人選手の場合は、就労ビザの習得に必要な時間も考慮しなければなりませんので、選手が来日した後には2軍での調整期間を取る必要があるため、チームへの合流は交流戦後の5月が早期の見込みとなるでしょう。いかがでしたでしょうか。今回過去に巨人でプレーしたスコット・ハイネマン選手の再加入の可能性について紹介しました。ハイネマン選手からの逆オファーがここまで話題になっていますし、以前巨人の一員だったことを考えると、球団側が何らかの形で彼に接触している可能性は否定できません。いずれにせよ巨人にとっては長打力を持つ選手の補強が急務です。シーズン途中に小童話選手の代わりとなる選手を探す動きは確実にあるでしょう。現在フリーエージェントのハイネマン選手をはじめとするまだ所属チームが決まっていない選手たちが候補に上がることが予想されます。皆さんはどのような意見をお持ちですか。ぜひコメント欄で意見などをお聞かせください。あなたの意見や感想はコメント欄よりお待ちしております。